ちょっと今日はなんか文章書こうと思って、ちょっと足がちょっとなやりすぎて足が痛くなって、今日は休養も兼ねてちょっと板橋ちょっとまた作業してます。今日はなんか研究の材料になるのをいろいろ書いたんですけど、まだ前半はあんまりちょっといいのが書けなかったです。まだなんかあれいっぱい書いたんですけどね、なんか紙を途中で12時ぐらいに切断して、まあいっぱい入れたらまだなんか気づいたことをいろいろ書いていこうかなと思って、これはただの紙に書いてあった言葉を並べただけです。まあこれでトークしようと思ったんですけど、まあこっちの方がなんか良さそうだからっていう、やっぱりなんかこのやり方僕にはいいみたいですね。動画を作るにはいいみたいですね。まあこれでちゃんとした文を書くっていうのもあるんですけど、ちょっと目的がちょっと動画なんで、ちょっとまあこっちでやってみましょうね。まあまずまあこれも後でやってみます。紙を切断したのがあるんです。まあ Mac の資料とかガストの資料を入れました。今日はガストです。今日は何時間ぐらいですかね、7時ぐらいから行って、まだ今2時3時、今日は3時までやろうと思います。なんか YouTube の調子がおかしいという、またいい、だからなんかまた短くなったという。ザ・ビローナ、いかに半導体を作るか。今日はセミコンがあったんですけど、行かなかった、行けませんでしたよね。なんかセミコンのあれのホームページにたどり着かなかったのと、あとはちょっとまだ電車代が高いというか、まだ電車代を使えるほど豊かじゃないという、いやまだ金はあるんですけど、なんかハイエナジーフィジックスの論文にしたら方がいいんじゃないかとか、1500円、2000枚ぐらいやりました。まあでもまだ半導体の夢もまだあるということです。セミコン本当に行きたかったんですけどね、いかに半導体を作るかということですよ。この断片ちょっと小さく正方形にしました。形を揃えるとお金になるんじゃないかって分かります。形を揃えるのがなんかお金に変わるみたいなこと思いです。まあ真四角に切りましたけど、まあ小さくすればするほどいいっていう話もあるんですけど、そしたら点になって米粒になる、最終的に素粒子になる。だからこの紙をやってる。だから別に切らなくてもいいです。まあ僕のやり方ですけど。いかに半導体を作るか、今日は考えました。ちょっと半導体の研究もしようと思ったんですけどね、ちょっと恥ずかしいという。あまりにも情けない基盤しかできない。まだユニバーサル基盤、まだ持ってないですよね。分解か、ハンダで基盤を作るか、回路を作る。それもまだよく分かってないだろう、実は。いかに半導体を作るか、セミコンで考えます。まだ夢は捨てていません。ということで、ラジオもちょっと入れながらやります、ね。ラジオでいかに半導体、セミコンがあったというか、素粒子デバイスを作る。まあ、これ見ながら、10枚、まあ、見ながらやったんですけど、見ながら書いたんですけどね、素粒子デバイスを作る。まあ、ハイエナジーフィリックスの理論で、まあ、ヒッグスとかありますけど、素粒子、まあ、電子も素粒子ですからね、一応、素粒子デバイスを最終的に作るというか、それが、まあ、僕らの夢なんじゃないですかね、今は素粒子までいってないですか、アトムチップとかありますけどね、なんか、原子トラップとかなんかありますけどね、あの辺量子ドットみたいなのありますけど、なんかもっと進んで素粒子を使ってデバイスを作ると、そこまでいくんじゃないかと僕は思います。そうすると計算ではとにかく半導体が小さくなるということで、小型化が図れる、性能も良くなるんです。回路幅を、その次は回路幅を小さくって書いてます。まあ回路幅ですよね、一応20ナノメートルです、今、インテルの CPU が。そ
それをどんどん小さくしていけばいいという、なんかありますか、超伝導の火力どんどん小さくして、そうすると小型化が図れるということですね。それをやると、会社に売り込みに行くと。僕もこうなやってですね、いろいろアイディアがあって、いろいろなんか製品をみたいなのを作れば、会社に売り込むよ、行きたいんですけど、ね、こういう展示会とかでも行って、展示会でも行ってですね、自分を、商品よりまず自分を売り込もうとして、僕も行っては名刺をいっぱい配ったりしてますけどね、昔から配ってますけどね、昔も何百枚もセミコン、昔千葉の方にいた時、何年前か知りませんけど、何百枚か名刺を置いてきましたけどね、まだあの名刺はあるでしょうか、捨てられたんでしょうか、わかりませんけどね。自分を売り込みたい、会社に売り込みに、こう展示会がいいんですけど、まだあの電車代が高いという、ビッグサイトまで行くのに700、800円くらい、昼飯入れて、昼昼食入れたら2000円かかるんですね、夜も入れたら。まだそれが高いって、まだそこまで余裕がないということですね。なんか50歳からだ、浅野優子さん、浅野敦子さんが言ってます。まだ商談するほどじゃ僕はないですけど、あれ商談目的ですけど、まあ、学生の人も勉強のために行きますけどね、資料もらいにとか。でもまあ商談なんか一度もしたことはないですけど、商談するぐらいになったら行かなきゃいけないと。余裕がある。あの、そこまでなってないという。共同開発はです。これ夢ですけどね、素粒子デバイスを作るみたいな共同開発を将来お願いします。今から言っておきましょうね。量子コンピューター、この間あれでサイエンスゼロ NHK でやってますけどね、あの竹内先生、竹内シスト、あのあれもやってました。昔は真鍋さんが量子コンピューターを東工大で やっているという量子コンピューター、あれも分かりませんけど、ね、量子力学を使っていて、もう KITB のクォンタムコンピューティング、もうずっと聞いてますけどね、夜は僕夜もこのビジネスシャツを着て24時間仕事を取り組むつもりでやってるんですけど、なかなか成功しないという。バイオコンピューター、DNA コンピューターっていうのはありましたね、昔。僕も生物情報やっていた時、萩谷先生がやっていたような、JST のクレストかなんかで、萩谷先生、東大の生物情報で教わりましたけど、萩谷先生です。あの時初めて東大の数学を教わりましたけどね、萩谷先生。まあ、あの、応用数学の本も出てますけど、お元気でしょうか。DNA チップを、DNA コンピューターどうなんでしょうね、バイオコンピューター。僕もバイオの論文をちょっとは入れてますけどね、まだ忘れていないという。バイオテクノロジー。武田ひくきももしかして関係あるかもしれない。バイオコンピューターですよ、DNA コンピューター。全然入りませんけどね、僕、原理もよくわかってないということです。僕、バイオも結構はちょっとは関係あるかもしれないです。マイクロチップ、マイクロアレイ、DNA、マイクロアレイもなんか、あれかもしれません。関係あるかもしれませんね。あのデバイスみたいな感じでしょう、あれも。あと、バイオ製品ですね。あの、PCR とか、あの辺も開発者はいっぱい半導体使ってるんですからね。重要だと思います。あとは超伝導デバイス、この間超伝導やりましたけど、超伝導デバイスね、もうとにかく電気抵抗がない、超伝導は抵抗がなくなる、絶対0度に近づくと抵抗がなく、絶対0度から低温にすると超伝導、抵抗がなくなって、すごく消費電力が下がるということが期待される。超伝導、細野先生ですか、東工大の鉄系ペロブスカイト、鉄系ペロブス回答ですけど、相乗工場のなんかあれがどうとかこの超伝導デバイス、これ出てるんですけどね、セミコンで、大学関係も研究所関係もニムス関係とか、すごいニムスがすごいでしょうねって、行きたかったですね。しかし
金がなくて、まだ余裕がないということで、まだ論文に使ってしまって、やはり良いよって。この切断方法ってちょっと迷ったんですけどね、これまあもったいないって言えばもったいないんですけど、やっぱこれ誰に教わったわけでもないですけど、なんとなく初めて、まあ昔からあることはあるんでしょうね、誰かがやっと言わないだけで、これいろいろアイディアが生まれるのと、なんかエネルギーが加わっていいです。まあ切断でこのあれを組み合わせてパズルみたいに論文を書いていくっていう方法もまああるんですけど、まあこれ小さい論文をまあ見ながらやって、小さな資料を小さくして持ち運びやすくして、これ部品だと思ってもらえばいいですね。四角部品をいろいろ組み合わせて考えるみたいな、基盤を作るみたいな、ノートか基盤みたいな感じで考えてもらえばいいですけど、もうこのなんか聞くとなんかこの発想が出て、なんか良い、なんかこういう今日記事というか、今日こうやって結局僕は動画を作るのがこういうの資料を作ったんですけどね、まあ、切断方法が、まあちょっとはいいかもしれないという感じですね。まあお試しください。いろいろな資料を入れるのが良いかもしれないです。まあ僕も別に、まあ、ちゃんとした物理論文を書くなら物理のだけを集めるのがいいかもしれないですけど、まあ、僕はそこがちょっと物理だけじゃないで、この動画を作って人類を増やすには人間を入れないといけない。人間のちょっとクーポンランドの女性の女の人の写真じゃないですけど、人間を増やすためには人間を入れたら人間を大事にしなければいけないという最後の究極の選択でですね、もし宇宙が狭くなったらですね、最後人間を取るか物理を取るかやったら、やっぱり人間を取るんですね。だから人間を入れた方がいいということですかもしれません。僕は分かりませんけど、論文も書けるに越したこと当たり前ですけど、まあ、論文を書く人もいるんですよね。で僕ちょっとまあ論文を書きたいですよ。僕は本当は書けないっていうのもあるんですけど、この動画がある以上動画を選ばざるを得ないという、選んでしまう、動画を選んでしまう。皆さんも動画、